よしの、一人か？あら、今は一人だけど、これからリーファと会うところよ。具体的に何するかは決めてないけど、多分レベル上げと素材集めかしらね。お待たせしましたって、一人増えてる。よう、リーファ。暇ならあんたも一緒に来ない？三人いた方がやれることも多いだろうし。あ、それいいですね。一緒に行こうよ。じゃあ付き合おうかな。三人いるならダンジョンに潜ったりする？宝探しツアーとか。フィリアみたいなこと言ってるな。噂をすればフィリアからメッセージだ。宝探しを一緒にしようって誘いだったりして。いや、本当にそういう誘いだよ。エンペラーソードのクエストで進展があったみたいだ。この前は王家の紋章の半分だけを見つけたのよね。ああ、そうなんだけど、やっぱりもう半分は他の場所にあったんだな。場所のヒントを入手したみたいだから読んでみるな。太古の争いを経てもなお存在し続ける強固な神殿こそ紋章を祀るにふさわしい。だってさ、争いがあった場所で今も残っている神殿ってことかな。割と絞り込みやすいヒントね。フィリアもそれらしいところに潜り始めるらしい。ただいくつか思い当たるから手分けをしようって書いてある。太古の争いを経ても存在し続けるか。俺たちも当たりをつけて紋章探しをしてみようぜ。うん、賛成。シナ、そっちは頼む。やっ、ありがとう。シノンって SAO に来た時からゲームセンス良かったよな。あんたに毒されたの。俺のせいなのか？とはいえ、ゲームの知識量で言っちゃえば全然かなわないけどね。そこはセンスでカバーって感じですね。リーファだってそうじゃないか。ゲームは最近になって始めたわけだし。私の場合はセンスっていうか剣道の経験だよね。ずっと剣道を続けているのよね。それだってすごいことだと思うけど。俺に言わせれば二人ともすごいよ。ゲームをやり続けてきた俺でも戦闘で驚くような動きをしたりするしさ。そうかな。まあそう言われて悪い気はしないわね。さ、先に進みましょう。この神殿で間違いなさそうだし。トラップがいくつもあって、前に紋章を見つけた洞窟と同じ感じですよね。トラップを仕掛けるのが趣味のやつの犯行ってことかしらね。そういえば紋章を持ち出したのって誰なんだろう。クエストを進めていけばわかるのかな。おそらくな。じゃあ犯人の謎を知るためにも、もう半分の紋章も頑張って見つけよう。ねえ、二人とも、あの部屋の奥を見て。ん？部屋の奥？あ、紋章が置いてある。ようやくたどり着いたわね。やったー！さあ、取りに行きましょう！あ、待ってよ、リーファ。これで紋章が揃ったし、エンペラーソードももうすぐ手に入る。しまった！トラップか！扉が勝手に閉まって開かなくなっちゃった！きっと部屋に踏み込んだらトラップが発動するようになっていたんだ。おい、二人とも大丈夫か？ダメ、扉が開かない。見事に閉じ込められちゃったみたいね、私とリーファは。何の音だ？ちょっと、天井が下がってきてる。なんだって？どうしよう。待て、こういうトラップは大抵の場合解除するためのスイッチがあるはずだ。そっちの部屋の中にそれっぽいものはないか？探してみる。ゲーム知識の豊富なあんたもこっちにいれば、一目で怪しいオブジェクトを見分けられるかもしれないのに。考えてみると少しおかしいな。なんで俺が部屋に入るよりも前に扉が閉まったんだろう。
分断させられたって感じよね。分断か。となると解除スイッチは部屋の中ではなく俺の方にあるのかもしれない。俺もスイッチを探してみるよ。ええ、お願い。スイッチといえば壁の松明付近だったり、あとは床を踏むタイプ。他には意味ありげな石像、これだ。見つかった？ああ、石像が動くようになってる。きっとこれが解除スイッチだ。ひとまず時計回りに石像を回してみるか。リーファ伏せて。しまった、逆回しか。今扉を開ける。危なかった。何してんの？急に天井の降りてくるスピードが上がったからリーファをかばおうとしたのよ。シノンさん、喋られるとちょっとくすぐったいというか。顔が上げられないんだもの、しょうがないじゃない。本当に危機一髪だったみたいだな。話はいいから早く私たちを引っ張り出してよ。おぉ窒息するかと思った。かばってくれてありがとうございます。気にしないで、私もとっさだったし最善の行動だったとは思ってないわ。でもなんで急に天井が降りるスピードが上がったのかしらね。そういえば途中であんたの「しまった」って声が聞こえた気がするんだけど。気のせいじゃないかな。とにかく2人が無事でよかったよ。なんか怪しい。怪しくなんかないって。まあ助けてもらったのは事実だから感謝してる。それにしても何なのよあの大きさは。あれなら天井を押し返せたんじゃないかしら。押し返す？何の話ですか？何でもないわ。そうだ、紋章はちゃんと取っておいたわ。ストレージに入れてある。あの状況でもちゃんと冷静に行動を取れるシノンさんはやっぱりすごいですよ。やっぱ普通だとできない行動するよな。それは絶対に大丈夫だって安心していたからかもね。なんせゲーマーのあんたがそばにいるんだもの。ゲーム知識が役に立ったよ。さあこれで紋章は揃った。次はいよいよエンペラーソードが出てくるかな。嬉しそうだね。まあな、みんなで協力して進めてきたんだ。必ず手に入れてやるさ。よ、フィリア。あ、ヤッホー。何しているところ？何しようかなって思っていたところだよ。じゃあもしかして時間ある？エンペラーソードのクエストを進めに行かない？お、いいな。紋章も揃っていよいよ大詰めだもんな。うん、それじゃあ早速みんなに連絡してみるね。さあ宮殿の大広間に向かおう。紋章を王様に渡せばクリアになるはずよ。待ちに待った時が来たな。行こうぜみんな。子供のようにはしゃいでるわね二人とも。宝物を見つけたいって人とエンペラーソードが欲しいって人だもの。まあでも気持ちはわかるけどね。私もクエストの結末がどうなるか気になるし。でもさ、きっと簡単には手に入らないんだろうね、エンペラーソードって。ボスが待ち構えているっていうのが普通の流れだよね。だけど今のあの二人ならどんなボスでもあっという間に倒しちゃいそう。確かにそうだね。今まで進めてきたクエストはどこもトラップだらけだったわよね。ここもやっぱりトラップが多いのでしょうか。注意するに越したことはないわよね。
お宝を目の前に全滅なんて笑えないからな。一丁気合を入れていこうぜ。おう、激レアクエストの報酬ってのをとくと見てやるとするか。みんな準備はいいみたいだね。それじゃあエンペラーソード目指して出発。フィリア、目的地は王の間だったよな。うん、国王様がいるところのはずよ。ならこの広い回廊を進んでいけば良さそうだな。あ、ちょっと待って、王家の紋章が光ってる。紋章が何かに反応しているのか。なんだろう。ねえ、そこに扉があるんだけど、それに反応しているんじゃない？王の間の扉じゃないよね。小部屋の扉みたい。あのさ、これってもしかしてトラップなんじゃない？俺も実はその線を考えていたんだよ。今までのクエストも散々トラップだらけだったし。小部屋に入ったら閉じ込められて水攻めされたりするんだよ、きっと。水攻めかどうかはわからないけど、何らかのトラップはあってもおかしくないよな。とはいえ気にもなるし、覗くだけ覗いてみるか。わかった、じゃあちょっとだけ見てみよう。ここは宝物庫みたいね。宝箱がいくつか置いてあるな。開けたらトラップがってことは十分ありえるわよね。だったら俺だけ部屋に入って宝箱を調べるから、みんなは外で待っててくれないか。え、なんで？わざわざトラップのある部屋を全員で調べて全滅なんてことになったら大変だろ。わかった、ここは任せる。うん、よろしくね。ああ、よう、お待たせ。あ、出てきた。無事でよかった。それで宝箱の中身はどうだった？コリア、普通に店売りにある装備品とかだったよ。なんだ、普通の宝物庫か。まあ、水攻めされなかっただけでもよしとしようぜ。うん、それじゃあ王の間を目指そう。ここが王の間だな。あ、あの人が国王様じゃない？よし、フィリア、紋章を。うん。おお、そなたらが持つのはまさしく王家の紋章。ようやく見つけることができた。礼を言うぞ。はい、じゃあこれお返しします。ついに紋章が我が手に。これであの忌々しい剣を手に入れ破壊できる。そうすれば私が恐れるものは何もなくなる。ん？何か様子が変だぞ。役割を終えたお前たちには褒美として死を与えてやろう。ちょっと、エンペラーソードは？危険だ、フィリア！下がるんだ！憎き国王ブレグスに恥辱を受けてから、今ようやく復讐を果たす時が来たのだ。魔の神から授かったこの力で、今度こそこの国を我が手で支配してくれる！どうなってるの？ボス戦だ！みんな、戦闘準備！なぜだ？なぜ私が人間ごときに！倒したぞ。強かった。あ、ドロップアイテムが出た。おお、エンペラーソードか。ね、王家の紋章、つまり取り返しただけ。
そんな。では結局エンペランソードは手に入らなかったんですか？なあ、ボスを倒したらもらえると思っていたんだけどな。そうですか、残念でしたね。ですがレアなクエストには違いないと思いますよ。そういえば今回のクエストはどのようなお話だったのでしょうか？300年前、エンペラーソードの所有者であるブレグスが国王として選ばれた。けどそれを良しとしない兄のロイルがブレグスの命を狙ったの。何でもロイルは魔物にたぶらかされて、国を捧げれば強大な力を授けると言われていたそうよ。でも結局ブレグスによって野望は打ち砕かれたみたいだけど。ところが最近になってロイルが悪霊として復活して今の国王に成り代わっていたんだよ。それに気がついた王族の人間が紋章を持って逃げたんだとさ。ダンジョンに多く仕掛けられていたトラップは王族の人間が紋章をロイルに取られまいと作ったものだったんだ。最終的に俺たちでなんとかロイルは倒したけど、その後の展開はあっけなかったぜ。今の国王はとっくに殺されていて、その息子が王位を受け継いだことでめでたしって感じだ。エンペラーソードは物語中に話として出てくるだけでしたね。そう簡単にレア武器は手に入らねえってことだな。でも王家の紋章集めも結構大変でしたよね。あれはあれで楽しかったけど、エンペラーソードも見てみたかったよね。まあコルが報酬で手に入ったんだし、盛り上がる企画でも組みましょうよ。そうだね、一応クエストクリア記念ってことで。はあ、クリアしたけどちょっとがっかりだな。元気出せってフィリア、まだこのゲームも始まって間もないんだ。レアアイテムはこの先にもたくさん出てくるだろうからさ。もうこうなったらパーティーやってやけ食いよ。みんな付き合ってもらうからね。オッケー、いくらでも付き合うよ。エンペラーソードにまつわるクエストはここで終わりか。フィリアの言う通り物足りない感じは否めないな。